草野球に波平出てみたら5打席連続頭にデッドボール、死ぬって、絶対狙ってる、まあそうだろうな、ピッチャー笑ってる、確信犯だな、ルルルルルル、こりゃ乱闘もんだぜ、仲間も大爆笑、敵しかいないんか、サッカーの試合に出てみたら、今度はサッカーか、相手が明らかに脇腹蹴ってくる、もはや格闘技、審判笛吹かない、仕事しろよ、波平倒れ込む、大丈夫か波平、審判手を開ける、やっと仕事した、 KO と叫ぶ、サッカーなんですけど、サッカーにそんなルールないよ、それテニスの王子様だよ、波平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 、ちょっと待って、何これ、波平波平って何なんだこれ、波波波平、おい、へいへい波平、波波波平、ちょっと波波波波波、その波平、もうこれ作ったやつ病院行ってくれよ、今日は波平氏の記念お葬式、こいついつも死んでんな、誰も泣いてない、一人ぐらい泣けよ、誰も来ていない、誰か来てやれよ、本当はお葬式ただのドッキリ、なんだただのドッキリか、ルルルルルルー、ショックで波平死、結局死んだ、松茸ご飯を波平食べてたら、波平のくせに贅沢だな、突然血を吐く、どうした、実は毒キノコ、ナミヘイ、松茸と思ったら毒でした、ドッキリ、なんだドッキリか、サザエがネタバラシ、毒は本物です、それドッキリじゃない、事実だ、100歳になったナミヘイ、家族から、おめでとうナミヘイ、言われた言葉は100レベのコイキング、ひどい例え、進化もできなけりゃ使い道もない、使い道って、ルルルルルル、餌代かかるだけ、餌言うな、人間なんですけど、オラに元気分けてくれと悟空が頼む、サザエ一家もみんな手を挙げる、あ、元気玉作ってんだな、パワー吸い取られる、ちょっと疲れてくる、まあちょっとだけね、ルルルルルル、平和のためには仕方ない、波平五輪中、吸い尽くした、なんで波平からそんなに取るんだよ、波平のパワーすべてもらったってヤムチャくらいしか倒せないよ。